はい、皆さんおはようございます。はい、ゲーム作家マサです。今ね、あの箱根のポーラ美術館に来て歩いております。で、まあ、美術館とは関係なしにね、9時オープンなんでね、もうちょい時間あるんで、オープンまで時間あるんで、ちょっとね、変わった話をしたいと思います。美術館に来るとね、どうもこう美術表現をしたくなるんで、まあそういったことでね、私もちょっとした美術表現をしたいと思います。でね、ちょっとね、タイトルが早速変わってるんですけど、インスタ史上最もエロい広告、これをね、見つけたっていうかね、昨年度ね、昨年の9月とかなんで、もう随分前の話なんですけど、ちょっとね、恥ずかしすぎて誰にも言ってなかったんですけど、これをね、ここで今日公開します。はい、まあ早速ちょっと出しますけど、これですね。はい、これですよ。これがですね、見てください。何に見えますか。私ね、見た時すごいびっくりしたんですけど、これね、でかいでしょ。まさかね、こんなね、こんなのがね、インスタの広告タイムラインに流れるなんてね、本当にびっくりしたんですけど、これはね、逆側に行きますね、こっちね。これね、もう何カップか、このね、なんていうんですかね、乳輪というのか、ちょっと日本語私わかりませんけど、教科書的には乳輪ですかね。こんなでかいのはね、こういうこう、広告に出てくるってね、なんていう会社かとね、本当にびっくりしたんですけど、これね、あ、下の方にね、これ、たかしぽんってね、村上隆さんの名前出てますけどね。まあこれ偶然なんで、関係ないですよ、村上隆さんは。まあ私のね、芸術の追求の中で偶然見つけたんで、これを新しい芸術としてね、ご紹介しますけどね。これですよ。あ、ちなみにポーラ美術館。これ一体何だったと思いますか？これが、これだったんです。なんと、乾杯のね、乾杯のあれでした。写真でした。驚きました。まあ、それだけなんですけどね。はい、あ、おはようございます。はい。まあ、そういうことでね。これだけの紹介です。こっちにもね、村上隆さん、たかちぽん、たまたま出てますけど、ほんと偶然なんで関係ないです。はい。じゃあ、ゲーム作家マサでした。はい。ではでは。もうすぐオープンです。